はい、皆さんこんにちは。初めてのフラットマンドリン、ブルーグラスからポップスまでを彩る魔法の楽器の鳴らし方の著者でマンドリン講師の前田です。このテキストはマンドリンを始めたばかりの方からもう少しステップアップしたい、テクニックをつけたいよというね、中級者の方に向けて作ったテキストです。ぜひご購入していただいて学習のお役立てになればなと思います。はい、今日はですね、左手の動かし方、こっち側の手ですね、それについてお話をしていきたいと思います。はい、じゃあまず一つ目なんですけどね、左手の基本的な動かし方ってどうなってるのっていうところなんですけども、大きくね動かすとこういうイメージなんですよ。わかります？肘から入って横へ行って、肘から抜けてローフレットに戻っていく感じ。ハイポジションに行くときは肘から行く、手首を返しながら、なんかもう大きく動かすとこうなんですよっていう話は、なんかマイクコンプトとやったことがあるんですけども、まあ実際こんな大きく動くわけじゃないんですけど、もうイメージはこういうイメージです。そうそう、もうこう入っていく感じ。大きく動かして分かりやすくするならば、肘から入って肘から抜けるみたいなね、なんかそういうイメージで動かしてることが多いかなと思います。はい、では2つ目なんですけどもね、じゃあこの左手どれぐらいの力で持ってるって言われたら、まあもちろんふんわりは持ってるんですよ。じゃあそのふんわりってどれぐらいなんだ、質問をねいただくことがあるんですけども、実際そうですね、こう持ってるとき横へこう動かさないといけないんで、その時の力ってなんかギュッと握ってるわけじゃないですよ。握り込んだり挟み込みすぎたりすると横へ動けなくなってしまうんで、実際はもうこうすぐ動けるような状態で、これどれぐらいの力って言われたら、紙コップがへこまないぐらいの力、もう本当に軽く握ってます。もうこう動かさないといけないんでね、もうこれで手首と肘とバランスで、まあこういう大きく動かすとこうなるんですけど、肘から入って肘から抜けるみたいなね、もう本当にこういうイメージですね。なので握る時の強さで言うと、本当紙コップがへこまないぐらいの力、もう横へスッとこう流れていけるような、はい、ちょっとイメージがつかみにくい人はね、こういう練習してください。本当こういう左手を動かす練習、もう右手は使わなくていいので、左手をこういう風にね、手首と肘を柔らかく使う。それでなんかこういう風に動いていくんだな、こういくんだな、こういくんだな、こういくんだなっていうイメージをね、持ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ三つ目なんですけども、まあ実際に指の練習をね、していきたいと思います。弾いてみないとね、わからないこともあると思いますんで、皆さんと私とで一緒にやっていきましょう。で、使うのは1弦の5フレット。ラの音ですね。まずはもうこれがファーストステップ。最初はローポジションなんで、1弦の5フレットをね、薬指で弾きます。ね、これもう今、開放弦、薬指で、1弦の5フレットっていう風に弾いたんですけど、今度はね、これを人差し指に変えます。はい、人差し指で今度は0505って弾くんですけども、それで練習方法なんですけど、この5フレットを押さえる指をね、交互に変えていきます。まあ実際にやってみましょう。最初は薬指から、で人差し指、薬指、人差し指、薬指、人差し指、薬指、人差し指、はい、まあ右手はもうダウンだけでもいいし、ダウンアップでもいいし、もう弾きやすいようにやってもらったらいいんですけども、この左手ね、こうやって人差し指で弾いたり薬指で弾いたり、同じフレットを弾いてるのにもかかわらず、なんか親指をスッと動かさないとこっちへ行けないじゃないですか。このね、親指をスッとこっち側に動かす練習。生えてきたらこういう風にね、
1音ずつ薬指と人差し指入れ替えながら練習してみてください。はい、じゃあ続いては次のステップね、練習その2に行きたいと思いますけども、今度はね他の音も入れていきたいと思います。で今度はこの繰り返しをします。最初は薬指で5フレットを押さえた後は今度人差し指で2フレットで、また5フレットに薬指戻ります。で今度は開放弦を弾いてる間に左手をシフトして、今度は1弦の5フレットを人差し指で薬指で、今度薬指で9フレットを押さえたら この指を離して、はい、また5フレットに戻っていきます。その時にね、ここの9フレットを押さえている時にこの人差し指離さないようにしてくださいね。離したら音が途切れてしまうので、離さないようにすることがまあコツです。はい、でこれが前半ね、ここもで弾いてる時点で、もうここを押さえる時点で人差し指を押さえててもらった方が音のつながりは良くなると思います。今はね左手を鍛えることの方がメインですので、親指をね移動させることをまあ意識させながら、じゃあ右手はもうあのダウンアップでもダウンだけでも自由に弾いてくださいね。はい、じゃあ行きます。1,2,3,4。はい、うまくできましたでしょうかね。じゃあこれを利用して今度次のステップまたやっていきたいと思います。じゃあ次もね、今度はさらにハイポジションにね行く練習をしていきますよ。はい、ついてきてくださいね。はい、次のポジショニングなんですけども、さっき終わったところから始まっていきます。人差し指はね、ここの5フレットのところに行きます。で、その後、0、9、12、9と、0、9、12、9という風に、今度人差し指がね、今度9フレットでいきます。で、やっぱりね、残せる指はできるだけ残すっていう風な意識で練習をしてください。はい、っていう練習をね、繰り返して行いたいと思います。1,2,3,4。じゃあ次はね、最後のステップです。もう今度はさっきやったポジションをね、行ったり来たりするようなね、練習になっています。まずはゆっくりからね、解説をしていきたいと思います。まず最初のポジション。で、次が人差し指パッと移動して、ね。と、開放弦を弾いてる間にね、パッと。で、その後また開放弦弾いてる間に、今度は9フレット。で、また5フレットのポジションに戻っていきます。はい、わかりますかね。はい、これを繰り返していきます。1,2,3,4。はい、いかがだったでしょうか。だんだん慣れてきたらね、スピードの方もね、上げながら練習してもらったらいいかなと思います。
なんかこんな感じでね、うまいこと弾けるようになっていればいいかなと思います。今日はね、左手の動かし方についてね、学習をしていきました。なのでね、最初にやったところで言うとね、大きくこう肘と手首を使いながら、まあ動かしていくよと、まあこういうイメージですね。それからあと握る時のね、グリップ強く持ちすぎないように、紙コップがへこまない程度の力でね、押さえていきましょうという話もしました。それからまあ同じ5フレットをね、薬指で弾いたり人差し指で弾いたりする練習、それからとかね、こういう練習したり、こういう練習もね、最後にやってみましたけども、うまくできましたでしょうか。まあ最初はゆっくりからでいいんでね、練習の合間とかでこういう横に動かす練習、もう1弦だけでできますんでね、はい、慣れてきたら他のね、2弦とか3弦でも、はい、やってみてください。というわけで、左手のね、動かし方についての今日は解説でした。今日の動画いかがだったでしょうか。この講座が役に立ったよという方ね、ぜひチャンネル登録、それからグッドボタン押してもらえるとね、私のモチベーションが爆上がりしますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。というわけで、次回また動画でお会いしましょう。ではでは、バイバーイ。紙コップを持ってて、紙コップがへちゃげる？へちゃげるって広島弁か。へこむ？